カバーは、メキシコのユカタン州にある古代マヤの遺跡で、牛丸などと並んで、プーク式の建造物で知られる。コズポープコズポープの客の仮面コズポープの裏側カバーとは、強い手を意味する。形成期中期から定住が始まったが、政治、経済の上で重要な都市になったのは、古典期終末期である。プーク地域の他の都市と、同様、11世紀初めに放棄された。 遺跡の中心部は東西に三つの建造物グループに分けられ、中央に祭祀センター、東と西に支配者層の住む宮殿があった。しかし東のグループ以外はほとんど調査、復元されていない。中央グループの神殿ピラミッドは20メートルを超えるカバー最大の建造物だが未発掘である。東のグループはよく復元されており、プーク式の建造物を見ることができる。 特に250個もの着紙の仮面で覆われたファサードを持つ宮殿コズポープはカバーで最も有名な建造物である。西のグループには赤い手の壁画が発見された建造物がある。コズポープの裏手と赤い手の建物の側柱には旧世紀の日付を持つ碑文を伴った彫刻が残る。カバーから北西の牛丸まで約 20km にわたる長い包み道が走り、 終点にはアーチが建てられた。カバーは1843年に、ジョン・ロイド・スティーブンズとフレデリック・キャザーウッドによって、初めて報告された。その後、デジ・レ・シャルネやテオベルト・マーラーが訪れている。1990年代に、ラモン・カラスコ率いるメキシコ国立人類学歴史研究所が発掘を行った。21世紀に入ってからは、イナの ロールデストスカノエルナンデスラによる調査が行われており、この調査によって王室の台所の跡が発見された。調査によりここで西マリゼーションが行われていたこと、かまどが存在したことが判明した。また、メタテなどの石器や多数の土器も発見された。ありがとうございます。